はい、志郎です。今回もですね、太陽光発電における、えー、雑草対策ですね。まあ、あの雑草で売電収益が圧迫された太陽光発電の現場をどう改善したのかというところの、えー、2つ目のニュースになりますけれども、まあ、あの現状ですね、どういう状況なのかというのは前回の動画を見ていただければわかると思うんですが、 まああの雑草がかなり生えてしまってです、ね、動物が発電所に侵入したりとか設備の破損や近隣への作物の被害も発生していましたとで試験的に除草剤による対策を実施するも不適切な除草剤の採用と、えー、専門知識がない無視覚業者による不適切な使用方法により近隣からの空浄も発生限られた予算の中他の工法の採用もできず暗作が尽きた状態でしたということで かなりのひどい状況の中をどのようにこの業者さんたちは改善していったのかというところですね。で、すで。そこで、除草費の削減、管理費の削減、安心安全な運営体制の構築の3つを目指しまずは発電事業者と除草業者のそれぞれの立場で取り組むべき対策を切り分けましたと。 まずは発電事業者の立場さんと除草業者さんの立場というところをこう分けてですね、一個一個こう問題を潰していこうというやり方でしょうね。3つの除草費の削減に向けてはあ、ごめんなさい、1つ目の除草費の削減に向けては、地域の雇用保険、雇用確保と安全・安心を前提とし、まず事前に中長期視点で、 該当場所と近隣の植生及び土壌土の成分と土星調査を実施しましたこの結果から主に草刈りを地域雇用による作業とし部分的に専門家による農薬による除草という2つの取り組みを実施する計画を立てました同時に発電事業者と相談した上で農薬による除草は発電事業や 近隣にに悪影響を及ぼす雑草のみに限定し、農薬取締法の遵守環境省の公園回路樹等,等病害虫雑草管理マニュアルを参考にしたオリジナルの雑草防除使用書実施計画書実施完了報告書のひな形を制作しました。 こうして作成した実施計画書をもとに、地権者、近隣の農家などに農薬使用の了承を得た上で、有資格者の助走は、防除専門家が、取る人を飛散しない農薬を、塗布ですね、塗布する方法で、えー、対,象雑対象雑草の補除を行いましたとあ。かなり細かくやってますね。ICT の活用で管理費用を削減。 次に管理費の削減と運用体制の構築のために弊社が開発した ICT を活用したクラウドサービスを改良し使いました。具体的には PC、パソコンですね、とスマートフォンなどの情報端末を連動させ、発電所運営関係者のパソコン、PC で情報共有ができる仕組みや、助走者作業者はスマートフォンなどの情報端末を操作するだけで、 写真撮影、実施、報告とマッピングができ、報告書の自動作成及び関係者への迅速な情報共有ができる仕組みを構築しました。うーん、こういったね、ソフトですとかうん、やり方っていうのはですね、もう一般的になりつつありますよね。まあ、こういうことでスピードが速く確認作業ができる、あるいは間違った方法をね、取った場合にすぐ修正ができるということにもなりますよね。 これらの取り組みの結果、除草費用の削減については、稽古を及ぼす雑草を防除することにより、草刈り年間回数が減り、2回から1回や3回から2回など、年間費用の大幅削減と、近隣の方が嫌う雑草、生田川ー脱草、クズなどの防除に成功しました。2つ目の管理費の削減については、除草業者は大きな業務負担となっていた報告書作成の時間が。 弊社の管理システムによる定型化によって作成総時間がコメント作業も含めて従来の1から2日の業務から30分から60分だいぶ違いますねとなり大幅な業務の負担と管理コストの削減となりましたさらに作業者や現場管理者やが,が、えー、PC やスマートフォンによっていつでもどこでも 作業できるようになったため、現場作業後に事務所に戻る移動時間がなくなり、働き方改革にもつながっていますと。そうですね、これも結構大事ですよね。3つの安全・安心な運営体制の構築については、ICT の活用により、作業前の使用書、実施計画書や作業完了後に報告される実施報告書、発電所情報、保安体制などの運用上必要なデータの保管が20年以上、えー、可能になり、 改定履歴も残るようにしました、また、関係者、発電事業者、電気主任技術者、各種業者、金融会社などに閲覧権を与えることにより、発電所の使用、履歴、今後の予定、体制表など、必要な人に必要な情報をリアルタイムかつ確実に共有できる体制を実現し、人の移動、移動委託先の変更など、中長期的なリスクの影響を受けにくい、安,心安全安心な運営体制を築くことができました。 いうことですね。これかなり、まあ、IT をこう活用してですね、えー、運用方法なんていうのはかなり変わってきましたね、これね。この運営管理体制ですね。ここはすごいですね。以上で基礎から学ぶ太陽光発電所の脱走対策の連載は終了となります。第1回から最終回まで多くの読者の皆様にご愛読いただき、大変感謝しております。ありがとうございました。という内容ですね。まあ、あの、こういった ことはですね、雑草対策以外にもいろんなところで使える話だと思いますけれども太陽光発電というのはです、ね、あのもともと、まあ、今までやってたところもありますけれども FIT、まあ、を通じてです、ねえー、再生可能エネルギーをどん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 導入していくという上で、まあ、あんまりこう人の管理というところをです、ねえー、削減しつつあの効率よく安全性を高めてです、ねえー、より収益を 出すためにっていうところで、こういった対策がね、いろんな形で取れるというふうに、えー、今回のニュースでもですね、勉強になりましたね。まあ、あの、こういう ICT とかっていうところをですね、いろんな部分でこう応用していくと、他の部分の管理なんかでもですね、これはいろいろ使えるんじゃないかなというところが参考になりますよね。うん。情報共有っていうのは非常に大事ですし、こういった報告書の作成なんていうのもですね、 えー、やっぱりその場でパパッとこうねパソコンとかスマートフォンを使ってできた方がいいですよねうんでさらにやっぱりこのね除草剤とかの使い方ですとか草刈りをする業者さんっていうのもですねなるべく回数を減らして管理を楽にしてあげてるっていうところもですねポイントですよね、えー、ピンンポイントでその マニュアルとかがあるわけですからこの雑草とかに使えるような、えー、除草剤の使い方ですとかその業者さんにねどのような形でねやってもらうかということを細かに情報共有してしかも作業の内容とかね作業をするタイミングっていうのもですね共有しながらこうやっていけるっていうのはですね非常に大きいですよねあと近隣の方たちにもですね、えーまあ、この… の方ですとか近隣住民の方ですとか、そういった形の了承を得ながらっていうところですから、そこもね非常に長い間こういった形で運営していく上では、すごく大事なことなので、そういったところもね情報共有できるとすごく大きいと思います。はいえー、とですね今回のあの雑草対策っていうのは、いろんな意味で、ですね他のいろいろな仕事とかいろいろな管理とか運営に関しても、ですねちょっと参考になることがいろいろあったんじゃないかなと。 ニュースだと思いますこれはね自分の仕事とかもそうですよねこういう形の体制を取れるんじゃないかっていう部分でいろいろなあの参考になる部分っていうのがあったんじゃないかなと思いますまあそういったところね深読みしてこのニュースを読んでいくと結構面白いなと思いましたねはい、えー、最後までね聞いていただいてどうもありがとうございます